どうも、ひーちゃんです。今日もね、またロックを着てます。今日はね、モンダで着てまして、今日はね、前回の、質問、パナモリのメンテナンスとかね、なんか皆さんの、なんか方法あったら教えてくださいっていう動画の、お礼で、ちょっとね、動画回させてもらってます。ちょっと向き変えます。ということでね、今日はね、エモンダで着てるんですけど、前回パナモリ、まあ、黒モリのメンテナンス、洗車とか、皆さんのね、なんか方法とかって教えてくださいっていう動画回したんですけど、結構ね、インスタのメッセージとかの方でも何組か、教えてもらったりとか、YouTube の方でも何組か、こんなんやってますっていうのを教えてもらったりとか、あと X の方でも DM 来たりとかね、してめちゃめちゃありがたいなと思ってでね、黒森乗ってる人ってやっぱりね、なんかこだわってる人多いなっていうのと、まあ僕のね、1000人も行ってないような YouTube の方で見て関心示してもらってるだけでもめちゃめちゃ嬉しくて、まあそんな収益化をね、できたらいいかなとは思ってるけど、まあ自分の小遣い稼ぎにしようと思ってるわけじゃないんで、まあそういうチャンネルでも、皆さんのね、なんか交流の場になったらいいかなと思って、思ってます。なんでね、これからも、もしなんか、まあ皆さんね、それぞれ、なんか、お友達とか仲間とかショップとかで、いろんなね、情報共有とかしてると思うんですけど、まあ遊び方、僕みたいにヒルクライムしてるとか、あと人によっては平坦地で、まあサイクリングロードとかで爆走してますよとか、あとロングライドでやってますよとか、そういう人らによってね、遊び方によって気をつけてるとことか全然違うと思うんで、ただ同じようなね、黒森乗ってるんやったら、それのなんかこういうのを他の人どうしてんやろうとかっていうとことかね、なんかそういう情報共有のね、場にもしよかったらなれたらなぁと思ってます。なんでまたね、コメントとか全然普通にくれたら、まあ僕に質問してもらってもね、僕あんまり詳しくはないんで、また皆さんの方に投げかけて、でいろんな意見が来たら、こういうの言ってる方が多いですとかっていうのをね、なんか伝えていくような情報共有の場になれたらいいかなと思ってます。ということで、またね、なんかもし質問とかあれば、ぜひ、またね、いっぱい質問とかくれたら、メッセージとかくれたらいいかなと思います。ということでね、今日はとりあえず次の動画というより、皆さんにね、お礼を伝えたくて、動画回しました。でね、まだ、前回のね、質問っていうか、聞いた動画教えてくださいっていう動画は、まだ1週間ぐらいしか回してないんで、1ヶ月、2ヶ月ぐらいしたら、多分まあ、50個ぐらい意見もらえるかなと思うんで、それをね、また皆さんの方に何かの形で動画回してフィードバックしたいなと思います。こういう風にしてる方が多いですよっていうのをね、伝えられたらなと思います。ということで、前回動画のお礼でした。ご視聴ありがとうございました。